アクトロイド。アクトロイドは、高度に写実的な人間らしさを備えている人間型ロボットの商品名である。株式会社ココロが開発した。同社は、サンリオのアニマトロニクス部門であり、同国という大型フィギュアに動作をさせる技術を使用し、恐竜などのアミューズメント向け展示物を制作する会社で、その技術を生かし外見や動作を似せたロボットの開発を行い、2003年に、 日本の東京ビッグサイトでの2003国際ロボット展で初めて公開された。現在までにいくつかの異なるバージョンの製品が生産されているが、多くの場合ロボットの見た目は日本人の平均的な若い女性をモデルにしており、リアルさを表現するため肌は特殊なシリコン製作られている。アクトロイドは SF 作品に登場するアンドロイドや外のイ,イドに、 近い現実の機械としての先進的な実例で、瞬きする、話す、呼吸に伴う胸部の動きといった人の挙動を模倣させることができる。なお、アクトロイドという名前は、様々な役柄を演じるというコンセプトから、アクター、俳優と、アンドロイド、アンドロイドを合成した造語であり、心の登録商標である。心が開発したアンドロイドには、 他に研究用のリプリーがあるが、これらもアクトロイドとして扱われることがある。可動部、主に上半身にあり、初期モデルは42箇所、最新型は55箇所に取り付けられた空気のアクチュエータと皮膚の元に張り巡らされた内部センサーによる触覚システムとの連携により、外部からの様々な接触に対し自然な様子で反応を返すことが可能である。 平手打ちや殴るといった煩わしい動きに反応したり受け流すのに十分な速さを備えている。触られる、叩かれる、撫でられるなどに対しそれぞれ別の反応を示すことが可能で手に触れると払いのけるなど人らしい自然な動きを再現している。前述の人間らしい動きの模倣、姿勢の変化、頭や目の動き、胸で呼吸する様子のほか、 身体の要所に反射点がついた服を着用し、向かい合わせに立った人の簡単な動作、手を振る、顔を動かす、お辞儀などを、視覚のシステムで反射点を追い、関節の動きを計算し、追従させることが可能で、動作を記憶し再現することもできる。ロボットのサーボ機構を動かしている圧縮空気と人工知能を操るほとんどのコンピューターハードウェアは、ロボットの外部にあり、 移動能力が少ないことの要因になっている。故に、現状では下半身の動きはごく一部に限られるため、展示される時は常に着座姿勢か、起立姿勢、後方からの頑丈な支えが必要である。原始的なレベルではあるが、対話式のアクトロイドは、人との会話が可能で、マイクで捉えた人の声を記録し、背後にある雑音、アクトロイド自身の作動音も含むを除去。 音声認識ソフトによって言語に変換され、人工知能により処理され、対応した言葉による反応を返す仕組みとなっている。また、言葉以外の方法でも、さらなる双方向性も達成していて、人が接近すると、床センサーと全方位視覚センサーにより話す人とアイコンタクトを維持することができ、限定的ではあるが、ボディーランゲージや声の調子に反して、顔の表情、姿勢、 声の抑揚を変えることができる。従来品に改良を加え、コストダウンを図った、レンタル専用機、音声対話機能など最先端システム、視界、コンパニオン機能をさらにバージョンアップし、イベント PR などに利用可能なタイプ。脚部は少し開閉ができるのみ。駆動箇所数、48箇所。人型部分の身長は 170cm ほど。 さらに小型のシリンダーを使用してことで、前バージョンよりもほっそりボディを実現し、より日本女性らしいプロポーションになった。脚部にもシリコンで皮膚外装を作り、素足を表現。これによってミニスカートなど足を出す衣服もまとえるようになった。右膝を曲げることができる。左足の中にフレームとエアホースが入っている。音声認識、翻訳機能等はない。 駆動箇所数は47箇所。人型部分の身長は165センチメートルほど。アメリカの街を回るツアーを行い、NEXT FEST 2006では英語を話し、立っている姿勢で黒いビニールのボディースーツを着ていた。同じ時期に違うアクトロイドデルにも日本で展示された。これまで苦手だった下半身の可動域が大幅に拡大され、 左足を高く上げることが可能となり、歌って踊れるアーティスト系と PR された。駆動箇所数55箇所。人型部分の身長は 180cm ほど。従来のアクトロイドシリーズと比べ、よりリアルな表情の再現を可能にしながらも、コストダウンと軽量化を実現。また、外付けしていたエアサーボバルブや制御機器一式がすべて本体内に収まった。 外部との配線の必要がなくなったことにより、使用シーンに応じて、ソファーやジム椅子などに座らせることが可能となった。心のウェブサイトのギャラリーにあるポスターによると、メイドカフェ、バー、案内所、オフィスビル、美術館、古風な館の様々な顧客がアクトロイドを借りることができて、あらゆる状況で顧客を歓迎し案内させることができるとしている。心は、会社が実際に、 アクトロイドを借りたという情報はあるとしても正式には公表していない。同じポスターはまた大使、精神的リーダー、看護師としてアクトロイドを使うことを提案している。これらの応用についてのもっと詳しい情報は提供されていないが、看護業務の提案では明らかにアクトロイドが患者に質問している写真が一緒になっている。おそらくまだ質問する以外は、 機能できないが想像できるのはスタッフが不足していて長い待ち時間があり、プログラミングがうまくされている状況の有用性は期待できそうである。存在する顧客の情報は何も提供されておらず、実際の会話の例も示されていないネットで紹介されている唯一の会話の例は万博からの簡単なものである。レンタル代は5日間で日本円で40万円とある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。